はいどうもゆうくんです今回はまあえー、サムネと、えー、タイトル通りなんですけど最近、えー、高齢ドライバーによる、えー、事故のニュースが、えー、かなり多くなってきまして、えー、今回はまあそのことについて、えー、触れたいなと思います。でまずまあ、実質まあ今の世の中っていうのはまあ我々、まあ、若い世代もまあ、高齢者 まあ中高年世代もまあ車がないとまあ生活ができないえそういう時代になってきてるわけで実際まあえ都心の方ではまあやっぱりあの車えーどうしても必要な方とまあそうでもない方とえ分かれるんですけどまあどうしてもえこっちまあ地方になっていきますとまあ都心と比べてまあ車がないとどうしてもえ生活できない。 そういうい、えー、環境に、えー、なってきます、まあ実際交通機関でも、まあ、バスとか電、まあ、車列車の本数も、まあ、都心と比べて少ないですし、まあ、かといって、まあえー、タクシー使うと、まあ、タクシーの料金も高いし、まあ、そういうことでどうしても、えー、車が必要になってくるわけなんですけど、まあ、我々若い世代と。 同じく、まあ、高齢者世代の方々も必然、まあ、的に車を運転せざるを得ない、まあ、そういう環境に、えー、なってます。はい、でやっぱり、まあ、あの高齢ドライバーの事故を、えー、減らしたいのであればどうしてもあの高,齢高齢者 の方々が運転せざるを得ないそういう環境からまあ変えていかなければならないんじゃないかと、えー、僕は思いますっていうのは、えー、まあ実際、えー、まあ、えー、僕の場合ですとまあ実家の方でまあ、農業をしながら、えー、こうやってまあ youtube に動画投稿しながらいろいろやりながらまあ生活しているわけなんですけどまああの隣町に、えー、まあ 母の両親僕で言いますと祖父祖母が住んでるんですけどそこもね高齢者夫婦のうちなんですけど僕のじいちゃんはずっと前に高齢になってきてちょっと物忘れとかが見えてきたのでいろんな人の意見で免許を返納して しして運転経歴証明書というのを受け取りまた実際ばあちゃんが運転してるわけなんですけどこの先ですねどうしても雪が降ったりとかしてどうしても運転が怖いということが出てくると思うんですけどその時は僕に運転してほしいということでね えー、連絡が、えー、来るようになっております。まあ、ただ、まあえー、僕は、まあ、身内だからあの、まあ、そういう、ねあのまあ、例えば病院とかあとは、まあ、あの遠出しなければならない、えー、用事の時は、まあえー、僕が、まあ、運転するというか、えー、そういうことに、えー、しようということになっております。まあ、仕事の内容、まあ生活の内内容容は生活、まあ、違う 実家で生活しているという方は中にはいると思うんですけどその方は両親だったりあとはおじちゃんおばあちゃんだったりとかに運転させるよりは自分が運転してあげるとか送り迎えとかしてあげるとかそういったようなサポートもしてあげるのもいいんじゃないかなと僕は思います。こうしている間にも 日本のどこかではまた、まあ、あの高齢者のドライバーによる、まあ、事故が、まあ、起こっていると思いますので日本政府そして、まあえー、行政には高齢者が運転しなくてもいいような、えー、環境を早急に、えー、作っていただきたいなと、えー、僕も思っています昨日一昨日だったかの、まあ、ニュースで、まあ、高齢ドライバーによる事故で えーまあ、中学生の、えー、娘さんを亡く,亡くされた、えーまあ、お母さんの、えー、話を聞いたんですけどどうしてもなんかあの人ごとにはまあ実際、まあ、僕も、まあ、あの運転しているわけなんですけど、まあえー、自分は、まあ、あの交通ルールとか、えー、守って運転していてもやっぱりなんか相手があるじゃないですか。あの相手が ああってまあ、その相手がまあ例えば高齢ドライバーで、まあ、なんだか自分が自分はなんか避けても、えー、突っ込んでくる場合もないとは言えないのでまあ、そういう点でも高齢の方がまあえー、運転せざるを得ないそういうまあえー、今の環境を変えていかなければならないと、えー、僕は思っております。まあどううしても、えー、地方といののはねあの交通 便もねまあ都心と比べて、えー、少ないですしまあ不便,不便なのでどうしてもまあ,あの足が必要なわけなんでやっぱりああのの環境をねあの変えていいかなななきゃならないと、えー、僕は思まます、まあ、その点でもまあ一概に、まあ、高齢者に運転させるなとは言えないまあ状況なのでまあ、人それぞれ、まあ、意見はあると思うんですけど僕の意見としてはね まあ環境を変えてほしい変えていかなければならないというそういう意見ですチャンネル登録そしてツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いしますまたサブチャンネル的な要素も含めたゆうくんパークというチャンネルも運営しておりますそちらもよろしくお願いしますゆうくんパークの方はたまに更新しますゆうくんパークのリンクとツイッターのアカウントは説明欄の方に書いておきます ということで、えー、ゆうくんでしたご視聴ありがとうございました